気が散るかもしれんけど、でもこういうトランス状態で喋った方が案外耳に入りやすいんちゃう。で、まあ、それとね、さっきね、エロ漫画、20年で書けてるやつ、これでいいやんって。暴走族だったら、21歳までの人ばっかりな。走ったーって。もう死にかけた。喧嘩滅させたらやったーみたいな。やったらいいけどね。その後、ほんまにすごい。ほんまに望む仕事つけれたらいいけど、でも親父の仕事嫌がるの、親父の仕事嫌がるやつは親父の家に生まれる資格ないやん、それやったら。でしょ、うちなんか親の仕事聞けなかったよ。だっておじさん恨んでへんやん、レベルが違うよな。それやったら家の仕事もお前らのレベルの方がもっと違うって言われる。どんな感じの世界なんですからな。面白く違うの。格が違うから。何て言うか。それは私で行く。全然違うんだよ。言われる。どっちが辛い？どっちが取り返しつかん？お前らがじゃ！お前らがどっちが取り返しつかんかや！同じような次元的に言えば、音楽って、エロ漫画だったら悪用するやつだ。変えたらそんな感じでおかしいやつの方が悪い。もちろんエロ漫画に書いてる内容を実行する。あんまりやばい。大事実際みたいな事件を上司してもくれへん。トランス状態をしっかりします。聞いてもらった方が全然それ以上ので実は書けないんだ。ここに入るやん。実はこんな環境で話してくれたらよかった。もうこれは俺がこんな能力持ってんねん。大事。実は結局お前みたいなやつからのし上がって精神科医になったら、もうそれで技師使う。そんな奴らの当時の期待さ。